長野だってまだ引退してないし橋本も実は引退試合してないのあのね創業者である三沢社長も引退試合とかしてないよね、うん、なんかまあまあもしかしたらその人たちの分もねある意味背負ってできたらなあなんとうん思いますはい。